はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊をやっていきましょうということで、今回はですね、今モーネロが、再度ね降臨しているんですけども、今現在開催中のガチャですね、この、夕日の決闘者かな、わかんないけど、で、当てることができるスレインスレインがモーネロの適性になってますね。ヒールブレイカー持ちで、スで光のス、水の巣両方持ってて、英雄種族のキラー 50% で汚染カット 50% で、こいつが入ったことによって安定感がぐぐんと増しました。で、使用するデッキはこんな感じ。水着歌いのところを通常の歌いにして、光の数をね増やしてあげるのもいいかなと思ったんですけど、割とねちゃんと手札コントロールしてれば足りるんですよ。で、今回は水着歌いが入っていることもあり、あれです、追憶旅屋は抜いてます。で、幼年コーチはね、汚染じゃなくて炎上ガードしてほしいので、入れているっていう感じですね。マジでね、最速攻略とかは、やろうと思えばできるかなっていうぐらいなんですけど、安定感が半端ないです。ソロでの安定感がぐぐぐんと上がりました。で、ただ、じゃあなんだろうな、めちゃくちゃ、モーネロを簡単にしてくれるキャラかというと、実はそうでもなくて、結構そのモーネロで暴れるキャラクターに関しては、そのエミリアの方がモーネロで暴れるキャラクターなんですよね。はあ、ウが引けないとか、はあ、凄技が出ないとか、はあ、こんな時もあります。で、うまくやれば2ターンでウォールは割り切ることはできます。このデッキでも一応っていうのも、今僕が、スレインを残した理由ですね。この次のターンで異界と海図を作りたいんですよ。めっちゃ燃えるやん。で、ここで、このね、ウー入れたりして、しっかりとウォールを削ってあげれば、12削れるんで、今回は、体力回復を優先します。なので、しっかり1ターン目で、孤独王とかが手元に来てくれて、ウォールを12削ることができれば、2ターンでウォールを割り切ることも可能です。いや、このね、ほんとこの海図で右盤面だけで成立するのはマジで強い。しかもそのカムイアカツキでウォールも削りながら、この右盤面が成立するのがマジで強い。ただその何、このクエストで重要とされているキャラはどちらかというとエミリアなんですよね。エミリアタンの方がそのハっていう文字を持っているので、その灰を作れるんだよね。それが本当にダメ。それが本当に強い。なので、ウォールを割ってしまっても全然リカバリーが効くんですよね、エミリアのおかげで。今回は、手順通り4ターン目でウォールをね割りに行く感じにはなるんですけども、で、あとはスレインの強いところとしては、盤面がずれてもそれに対応できるってところですかね。本当に癒し水とか入れてあげれば、水でね、生き物ワードつけるので、弱点もつけるの で意外としっかりとバフ乗せてあげたりすれば火力も出ますし、なのでお守りとかねちゃんとつけてあげれば全然火力は出るキャラクターなので、よし、これで
今まではね本当に陰逸とか作らないとこのヒールがねこの右のヒールがね結構割りにくかったんですよ。それが、まあ、ここで海図って作るだけで割れてくれるのはマジで嬉しい。まあ、ここでしっかりと割りに行くと。でまあ今回ねスレインをピックアップしてますけども、前回の動画でねあのウンディーバとココロ君が強いみたいな話しましたけど、めっちゃ強い、本当に強い。何よりなんかこうトリコルド使った後の手札にウンディーバとココロとかがいると、もうすでにトリコルドの、凄技でバフが1個かかってるので、さらにそこから2個バフ乗っけられるって考えるとマジでえぐい。で普通にこういう場面でも、まあ、2バフをねかけていけるので、これ怖いな、ちょっと安全に。よし、まあ、ここで、ね、トリコルドいないですけど2バフかかるおかげでここは多分全然抜けると思います。まあ、体ワードもねついてるので、今僕はこの心にねお守りつけてないですけど、全然つけてもらえれば、まあ、体お守りか鳥お守りかな。私の歌でみんなを笑顔に、はい、ここからもう1バフかかると。僕にもいい波が来てる。いやマジでこれが強い。でしっかり多分これお守り厳選してればこれ1回で飛ばせるので、はい、こんな感じで飛ばすことができると。これがね便利で、この次のターンですね。この次のターンも今まではまあカムイアカツキの凄技出したいからここにね僕カー出してたんですよ。でもまあ癒し水入れてあげたりしてこうしてこれでいいんですよね。これが強い本当に。こうしよう。これによって本当にで、このね、かの部分がタだったりすると、カムイアカツキの凄技が今まで出せなくて腐ってたんですけど、そこをね、出しに行ける。す。素晴らしい。本当に。ただまあソロ用のキャラって感じはしますね。うん、あの生放送とかでもちょっと言及はしたんですけど、マルチではいらない。うん、マルチでいるのはむしろ本当にエミリアの方ですね。マルチで盤面ずれちまったって時に、あ大丈夫だよエミリアいるからみたいな。まあでもマルチでやるときは本当にエミリアなんか入れないんですけどね。入れないで回れるようにした方がいいので、まあ、そうなってくると別にスレイン入れなくてもマルチでやるぐらいならちゃんとしっかりとそれぞれの役割を果たした周回の仕方をした方がいいので、うん、この間マルチでね4人マルチでやったんですけど、しっかりとあの光の手番の人が調整してくれれば本当にスレインの出番はない感じですね。まあなので本当に、ソロ用っすね。だからこうやって多分徐々にソロ用のキャラクターが増えてくるんじゃないのかなとは思います。なんとなくですけど。さあこういう盤面ですよね。このターンの盤面とか、まあ今スレイン引けてないですけど、引きたいな。おわ引けたー、オッケー。いやマジでこれ便利。ここでねヒールを割れないと次のターン盤面狂っちゃうんで、まあ、しっかりと割っときたいですよね。あなたが最強ですか。
ドンと。いいダメージ。でね、その英雄キラーも持ってるので、まあ、スレイン自体も割とそこそこの火力は出してくれるので、まあ、ソロでやる方は本当に、入れといて損はな。そこが汚染されるか。まあそんな感じですね。なのでウンディーバ、スレイン、水着心、水着歌いあたりが来たことによって、まあ、モーネロのソロ集会だったり、まあ、もちろんマルチ集会だったりがすごくもう一段階やりやすくなったというか、育成キャラが増えてくれましたね。本当にね、安定して、9ターン10ターンで終わるようになってきてましたね。とりあえず復活はしなくなりましたね。本当に復活は全然なくなった。でこれで水でね、生き物弱点もつけるので、いや本当お手軽火力って感じ、安定させてくれるパーツではありますね。まあ、贅沢言えばね、ここにトゲガードとか持ってたらより土適性だったんですけど、まあ、それは贅沢って思うんですね。はい、これで、倒すことができると。まあ僕はね、ペンデュラハンを倒さないで本体を殴ってるので、まあそういったところで復活が入らないで済むっていうところもあるんですけど、まあまあスレインが加入したことによってソロでもだいぶ回りやすくなったよと。まあこれでなんだろう、しっかりとウォールを4ターン目で割ることを意識すれば、まあ、エミリアいなくても大丈夫だと思いますし、3ターン目でね、ウォール終わってしまうと、イの盤面で体ワードを作れっていうテーマボムになっちゃうので、で、3ターン目でウォール終わると、遠征ヤヌスがまだ5文字バリアを張った状態なので、なので、まあ、無理やり抜くのであれば5文字バリアを突破しなきゃいけないし、で、その場合はもう本当にエミリアで灰作ったりとかするぐらいしか、まあね、左盤面で銅とか作れれば全然それでいいんですけど、まあそういうね、ことになりかねないので、まあエミリアいなくてスレインいるよって方は4ターン目でウォール終わって次のターンで、トリコルトとか、まあ、孤独王とか使って、まあ、高等を作ってあげたりとか、高校を作ってあげるって形がいいのかなと思います。はい、そんな感じでね、モーネロもうすぐ僕も服200到達しそうでございます。スレインのね、加入によってだいぶ楽に、ソロ周回も楽になりました。ぜひぜひ今回のね、ガチャで当たってモーネロ挑戦できる人は入れてみてください。マルチではね、あんまり使わないかな。はい、ということで、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。